会計これでお願いします。え、というわけで今回の動画の目玉企画は全部1円玉で会計してみたです。お客様、これではちょっと。これしかお金ないですよ。これで困るなら払わなくていいですか。ほら早く教えてくださいよ。会計を全部1円玉で払った YouTuber の末路。俺の名前は轟圭一、日本最大勢力のヤクザ土蜘蛛の若頭だ。今日は経営する焼肉屋にしのぎの回収に来ている。はいどうも、今日はなんと焼肉屋に来てます。肉肉イエーイ。ちょ、騒がしい連中だ。 YouTuber だな。大食い系かグルメ系ってとこか。さて、肉は早速注文したので来るまでに新しいドリンク開発します。メニューにあるソフトドリンク全部混ぜます。やべえ、頭弱い。あの撮影、お店側で許可出してます？いや、聞いてないけど。いい、放っておけ。トドロキさん、お疲れ様です。許可なしで勝手に動画撮ってる時点でお察しだ。経験上、ああいう連中は夜とろくな目に遭わん。はあ。ちょうど他に客もいないからな、映り込みの心配もねえし、ひとまず様子見だ。安心しろ、調子に乗るようなら俺がつまみ出す。すみません、注文お願いします。はい、ただいま。迷惑行為。お待たせしました。スマイルください。え？はい、スマイル。あ、え？表情硬くないっすか？あ、よせや。お客様、ご注文ですね、伺います。あ、僕がやるね。ありがとうございます、すみません。お姉さん行っちゃうんですか？ちっ、しょうがないな。じゃあお兄さん、新メニュー開発したんで感想ください。はい、カメラに向かって一言。お客様、あいにくそういったご対応はしておりませんので。なんだよ、取れ高悪いなこの店。つまんねえな。じゃあお水でもください。かしこまりました。お待たせしました。あざます。あ、そうだ、さっき下げちゃったメニューも見せてもらえますか？かしこまりました。お待たせしました。あざまーす。あ、それと小皿貸してください。かしこまりました。あいつら、いっぺんに言いやがれ、いっぺんに。あれ、絶対わざとですよね。だろうな。くそ、あいつらしょうもないことばっかしやがって。客の少ない時間帯に大量注文。まあ店としては助かるっちゃ助かるが、そろそろ。大丈夫ですよ、トドロキさん。ん？他はお客様がいないのでご迷惑にもなりませんし、人手も足りています。僕が対応しますから心配しないでください。そうか、すまねえな。連中もひとしきり食べたようだし、そろそろ帰るだろう。そうですね。お会計お願いします。はい。やっぱりな。よかった。一円玉会計。ごちそうさまです。支払い、これでお願いします。ん？じゃーん。あ、というわけで今回の動画の目玉企画、全部一円玉で会計してみたです。イエーイ。ちゃんと数えてくださいね。お客様、これではちょっと。どうしたんですか？ほら、早く。かしこまりました。42、43、44。そうか、おっそ。さて、ここでクイズです。会計終了までかかる時間はあとどのくらいでしょうか？コメント欄に書き込みどうぞ。マジでどんだけ時間かかんだよ。お兄さん、まだですか？急いでるんですけど。ほう、お急ぎですか。え？だったら私が数えましょう。トドロキさん、なんと助っ人が登場。クイズの答えに番狂わせはあるか？ほら、計量器だ。その1円玉ここに全部乗せろ。え？1円玉は1枚 1g だからな。重さを測ればいくらあるかすぐわかる。なるほど、そうですね。お客様、こっちも商売なんでね、無駄な時間使ってるほど暇じゃないんだ。食った分さっさと払ってお引き取り願いたい。
ちょっと測りなんてそんなんずるじゃないですか。そうです、そうです。ちゃんと数えてくださいよ。間違ってたらどうすんすか。お前らな、同じ硬貨20枚以上の支払いは店側が拒否できんだぞ。あ、これしか金ないですけど。それって食い逃げしていいってことですか。うわ、お得情報、合法的にタダ飯が食える方法。トドロキさ。わかった、そこまで言うなら数えようじゃねえか。カウント。はい、あざます。カウント再開。本当に数えるんですか。ああ。たく、初めからそうしてれば少しは早かったのに。おい、野郎ども。はい。お呼びですか、トドロキさん。俺の迎えによこした組の連中だ。ちょうどよかったぞ。組？こちらのお客様、すべて1円玉でお会計だ。お前らにはこの1円玉を1枚ずつ数えてもらう。承知しやした。間違いがないよう心してかかれ。はい。ひょえー、マジかよ。まさかこんなことになるなんて。気まずい、気まずすぎる。1、2、3。だ、落とした。58、59、60、37、38、39。おい、ブツブツうるせえぞ。どこまで数えたか分かんなくなるだろうが。てめえこそでかい声出すんじゃねえよ。数はそれだじゃねえか。1枚どこ行った。この山数えたやつか。ふざけんな、俺が数えた山と混ぜやがったな。数え直しじゃねえか。ち、くそ、イライラする。頭おかしいだろこの数。空気最悪。もう無理。あの、もういいので。無茶言って申し訳ありませんでした。うん、なんか言ったか。頭のお世話、てめえらは引っ込んでろ。え？あっと、失礼しました。ドラム缶？ああ、お気になさらず。ちょうど裏にお二人分ありましたので。何のとは言いませんがね、ちょっと準備を。準備とは。知らねえ方が身のためかと思ったが、バレちまったなら仕方ねえな。え、コンクリート詰めの準備だ。沈められる。申し訳ありませんでした。俺たちが悪かったです。てめえら、今日撮った動画アップすんだろ。どっちみちこのまま黙って返すわけにはいかないんでね。動画はアップしません、約束します。だから命だけは。さあ、どうするかな。どうせ他の店でも似たようなことやってんだろ。業界全体の外ってんならこのまま始末して。しません、許せるもしません。おい、逃げんぞ。本当にすいません、二度としません。ごちそうさまでした。じいちゃん、釣り銭。いりません、お賽銭します。おい、寺じゃねえんだぞ。やれやれ、やっと言ったか。トドロキさん、ありがとうございました。なんのなんの。なんなのよ、このありさまは。な、ありがや。こいつの名前はありがやゆき。いつも俺の前に現れる丸坊の女刑事だ。こんなに組員が集まってるなんて、詳しく聞かせてもらうわよ。何もしてねえって、俺らは被害者だ。ちくしょ、面倒なことになった。あの迷惑 YouTuber たちのせいで踏んだり蹴ったりばい。後日、例の YouTuber のチャンネル消えたのね。過去の迷惑行為も明るみに出て大学も退学になったと聞いたわ。当然だな。これで事情は分かっただろ。こっちが被害者なんだよ。け、どうせそれでも言いがかりつけてくる気だろこの女は。すっげえ。たとえただの捜査でも、俺にとってはお前とおしゃべりできる貴重な時間なのさ。悪かったわ、疑って。え、なんだよ、今日は妙に塩らしいじゃねえか。そんなことして俺を懐柔しよったってそうはいかねえぞ。新鮮な反応、いい、かわいい。え、あ、しまった、つい本音と建前が逆に。今なんて言ったのよ。まずい、めっちゃ怒ってる。嬉しい、とどろきにかわいいって言われちゃった。はいけない、ヤクザなんかにときめいてしまうなんて、私ったら。1円で買えないご縁がある。女刑事とヤクザであった。やあ、奇遇だね、
とどろきくん。僕たち兄弟はさ、事故で親を亡くしてね。僕は一人で妹を育てないといけなくなって。汚らわしい侮辱罪だ。また妹を傷つけられてたまるか。てめえ、いい加減にしろ。その指、お兄さん、もしかして元ヤクザだったのか。チャンネル登録と高評価してくれたら好き。俺からも頼む。有賀屋のためだと思ってな。